ティッシュです。3年合わせた剣の三段ボタン、ティッシュです。お願いします。さあ、ということで本日の2戦目ということでやってまいりましょう。本日も、ドジャブに来たこの方です。どうぞ。スレッシュ、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 マダム G2 さんですね。はい、辻さんを G2 ってことですね。シッキーです。なるほどね。その論理で言ったらシッキーです。そうですね。作り直しましょう。これどうなんですか。談合です。逆にちょっと無理な。逆に慣れてないから談合じゃないからね。ダンサーです。ダンサーです。踊るってルールめちゃくちゃなんですよ。システムいまいち分かんなかった。あ、そうですか。何でも聞いてくれれば。そこまではいいです。はい、ということで本日は、はい、ちょっとね、初心者 VS インターハイ出場芸人、どのくらい力が違うか楽しみにやっていきたいなと思うんですけども、どうですか、インターハイって何かご存知ですか。インターハイはあるんですよね。みんなが集まって試合する。そうですね。密なんです。そんなことでは、密ではないです。いろいろ対策してます。まあ、まあ、意気込みというか、意気込み、いやなんでしょうね。ないという。はい。辻さん、辻さんは意気込みは特にない。じゃあ、せっかくですよ。ありません。この対決。特に意気込みないかもしれない。見ていただきたいと思います。それでは参りましょう。対決始め。特にないです。意気込みもなくて、ないから、コテがちょっと
あれ危なかった。いや、おそらくこれ3段と5段もみんな見合わせましたよね、顔を。そうっすね。あれもしかして、実はあれ決めてればもしかしたら1本だったかもしれない。ね、もうちょっと、そうですね、まあ、その棋士の練習時間を考慮したら一本に上げてもおかしくない、ね、タイミングではありましたけども。いやでも、あの審判絶対ない。まっすぐ、まっすぐ、目まっすぐ。まあでもいい勝負だったと思う。そうですね、ちょっと見えましたね。さすがいつないやつ。以上、対決でした。どうもありがとうございました。